チョキチョキチョキ似てる。あー、余計なことするトゲピー。ここにトゲピーを埋める。あ、あら、僕のお尻の下にいます。芸が細かいな今。すごい今声優さんみたいだった。僕が今トゲピーをお尻の下に閉じ込めてますって言ったら口元に手やってさ、ちょくちょく、すげえんだけど。すげえ、恥ずかしい、やめてよ。すげえよ、そんな、すごいな。でも確かにゴーさんは妖怪ウォッチの、うんね、あれやってるもんね。あ、いや恥ずかしい、そういうこと。なんかペーパーシーザー、なんかペーパーシーザー。やっぱゴーさんは声優さんなのかも。違う、おーバカ。まあ、あるよ。すごいよ。だってもうこうさん履歴書書くなったらさ、何書くってなったらさ、うん、書いていいんじゃない。書かねえよ。妖怪ウォッチにてメインキャラクター。メインじゃないから。メインダメか。ただラーメン食べてただけだから。そっか、そう、じゃあ妖怪ウォッチにてラーメンを食べた。いいじゃん。何やねそれ。あー、もうやだ。ソニックにも出てたよ。だってすごいよ。確かに、ね、すごい書けるよ履歴書。すごいことだね。ソニック出演と妖怪ウォッチ出演。やだー、わー、すごいやん。コロさんの履歴書。おかゆおかゆ。おかゆ。CM にも出またもん ね。あ、この前見た。いやアドリブ、アドリブで言ってたって言ってたやつだ。OK OK。 音もしますって書いてるよ。行くな。でもコロさんは今日さ、コロネスキーのキーホルダー持ってきてたよ。ねえ、こうやって持ってきてない。来んなとか言っておきながらさ、コロネスキーのさ、ぬいぐるみ持ってきてた。持ってきてない。持ってきてる。ほらこれコロネスキーがね、こすりつけられる音。ほら。もうツンデレちゃんなんだね、コロさんはね。好き、このキーホルダー。いけんのかな、ジャンプね。もう疲れた。なんで。もう嫌だ。嫌だ、ちょっと。じゃあ僕も行く。もう行く。